はい、こっから多分パート4かな。さあ、次は頑張ろうな。さっき15問だったからな。3日入れたマリアンさんは飛び降りた。違った、イレーヌさんは飛び降りた、うん、それは覚えてる。ダディスローの無重量は、さっき入れるダリルシェイド。 OK。 ミントが夢の中でもらったのは帽子。エルヴィンのお父さんが経営するのは、レイヨット。オベロン社がいいじゃん。アクアベールが誇るのは黒十字。ダリルシェイドがラディスローから最初に引っ越し券、宿屋かな。宿屋、オッケー。スノーフリアに来たヒョウがここで必要なのは毛皮のマント。オッケー。クレスさんが訪れてのはベルアダム村。フィリアさんを迎えに来たのは、ベルクラン、ベルセリウ、ベルクランと違った。ベル多いね、ほんと多い。フィリアさんは司祭です。アルティミスがルナに会うのに出した条件は、命かキスか踊りかな。違う、じゃあ命だ。カコミットガルの騎士団長は、ティベリウスライゼングラハム、違った。それは海賊の子孫さんです。クレスのペンダントは12歳、違った、遠ざかった。じゃあ14だな。トラッシュマウンテンで手に入れたのはベルセリウム。アセリアル第一母神で矢がられてるのはマーテル。スタンサーに取り付けられたのはティアラ。ミックハイルに現れた口癖はすいません。違った、素で間違えるやつ。3つ。 OK。 セインガルド7将軍のうちたった一人の女性将軍は、あー、マシュルじゃなかった、ミライナ。モリスさんが亡くなった時に気づいたのは、ペンダント、さっきなくしたイヤリングだっけ。マッハ中年。晩ご飯の用意、ズボンのゴム。オッケー。リリス、フィリア、オリジン、人呼んで、稲妻だったらジョニー・ライデンって言いそうになるな。レアード、トール。一度無に返す。鬼ごっこ。いいよ。あと1回、あと1回2回やればいけるよ。あー、クイズのね、量が単純に多いから、1回1回時間かかるんだわ。はい、第1問。ストレイライル神殿でフィリアは司祭です。取り付けられたのはティアラです。エルヴィンがお父ちゃんがやってるのはレイヨット。バルクは世界一度無に返すって言いたい。アクアベールは黒十字。ベルアダム。マリアンさんは下の脱出ポットで逃げました。ご存命です。アルバニスタでジャミラに心を操られた王子の名前はレアードです。海中深くに沈んでたのはトール。ソーディアンの必要な鍵は3つ。エターナソードで呼び出しちゃったのはオリジン。ミッカエルに現れたレンブラントさんの口癖はホヒホヒ。フィ
フィリアを迎えに来た海流の名前はベルナルド。アルテミスがルナに会うために出した条件はキス。ラディスローに引っ越してきたのは宿屋。ミッドガルズの団長はライゼン。うちのパソコンもライゼン。トラッシュマウンテンで得たのはベルゼリウム。そう違う、ライゼンじゃねえ、ガリリアだよ。北の氷の北岸に必要な毛皮。無重量は、ダリルシェイド。スタンの妹はリリス。ズボンのゴムが切れたんじゃ。夢の中でもらったのは帽子。ペンダントは15歳の誕生日にもらったやつ。プレイステーション版でもらったのはマッハ10年。第一母神はマーテル。クレスが目覚めた時亡くなっていたのはイヤリング。ジャンクランドでうわーってなったのはフィリア。七将軍の一つ女性はミライナ。人呼んで蒼天の稲妻ター。俺のことさ、ジョニー・シデン的なね。ジョニー・シデン、シデンだもんね。チェリックでやってんのは鬼ごっこ。はい、やっと30問すごいです。全問正解です。ミンツ大学学長から私に与えられた権限によりテイルズ先生の称号とアイテムを授与します。リッドは称号、テイルズ先生を得ました。ミックス組を手に入れました。それじゃあ私はこの辺で。疲れたはい、君はすでに初級試験を終えてるようだな。おう、出題者控え室。ねえ、じゃあ何、後で来ると中級試験上級試験が待ってるみたいな。そんな さあじゃあエターニア本編に戻りましょう。わかるよ。人はどうしてやらなくてはならないことがあるとき別のことをやりたくなるんだろう。わかるよ。しかも最初から望んでそれをやっていたときよりも多くの成果を上げられる気がする。大発見だ。逃避エネルギーと名付けよう。あ、逃避エネルギー。早速論文にまとめなくては。ああ、逃避エネルギー。また紙の話してるみたいな。あ、試験室上級。ああ、じゃああとあとここで試験が受けれるんだね。いつになるんだろうね。クリア前かな。カトリーヌ、ピエール、構わず先に行って。研究資料が集まったら私もすぐオートに行くわ。ありがとう、天文台で待ってるよ。月会が終わったら式を挙げよう。学生だよなお前。うん、学生だよな。カトリーヌ愛してるよ。私もよピエール。ねえ、どうかしたの？おいファラバと余計なことに。実は王とインフィリアで大切な学会があるのですが、まだ発表の資料が揃っていないのです。うんうん、だからピエールには先に出発してもらって、資料が完成したら私が後を追うことにしたんです。なるほど、資料は集まりそうなの？はい、あと少しなのです。それじゃあ特に問題なさそうね。それが私ミンツから外に出たことがないんです。ちゃんとオートまでたどり着けるかどうかダメダメ、くよくよと心配してちゃ。どんなことでもやればなんとかなるもんだって。そうですよね。いや、外魔物いっぱいいるからね。ちゃんと護衛とかつけて道案内してもらいな。よし、頑張らなくちゃ。まあいいよね、信じ合う二人って。まあおっと、
クレーメルボールのショー。クレーメルボールって何？クレーメル、うん、コート内で転がっているコールに3回ぶつかると負けになる。ジムたちはゴールには2つの属性があって、同じ属性を反発し違う属性は引き合うから、うまく利用して相手にぶつけよう。ただし相手と同じ属性は持てないから、相手とは常に反対の属性になるよ。全然わかんない。待って、全然わかってない。全然わかんないけど、こっちがすでにちょっと不利だ。ああ、そうか、常にボールと同じ色で押せばいいんだな。せっせっせっ、ああ、全然ダメダメダメ。キックショー、ちょっと悔しいな。ミニゲーム会だね。ほんとずるいもんね、コンピューターの動きがずるいもんね。ほら、こちらボール。コンピューターの動きがまあまあ怖えもんな。こちらこちら、ボールボール、こちらボール、こちらボール、こちら、くっ、なんだこれ、当たれ、くらえ、くわ、くらえ、なんかそのそのなんか、あー、危ねえ、くわ、ちょっと難しいな。いやー、あと1秒耐えられなかった。全然ダメダメダメ。くっそ、難しいなこれ。くらえ、くらえ、オッケー、いいよ、くらえ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 、オッケー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 、赤じゃない、青が欲しい、くらえ、あー、ちょっとだったらいいな、くらえ、あー、しまった、余計なことした。くらえ、くらえ、当たれ、くらえ、やったぜ、やったぜ、やられた、ラウンド2とか聞いてねえし、ラウンド2とか聞いてねえし、くらえ、やべえもん、相手のディフェンス、あー、なんか勝手に食らってる。いいぞいいぞ、このリード、このリード大事にしていこう。よし、いいよいいよいいよ、あー、しまった、追い込まれた、くらえ、よしよし、ラウンド3、まあ3回勝負なの、3本選手、くらえ、
くらえ。違うね。うわ、あーマジか。あ、違う。やばい。くらえ。ボールに属性がついてねえ時がさ、まあまああるんだけど。あー、しまった。全然ダメダメダメ。よるー。2回勝っただけ。おお、3連勝せなあかんの。つらっ。今回は勝ちたいんだよね。ファラに行ってもらおうか。ラウンド3ファイト。こっからなんだよ。ラウンド3でもね、正直強いのは。いくよ。違う違う。ダブスな。よしよしよし。まだ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 。危ない。当たれ。危ない。的確に攻めてくる。的確に攻めてくるから怖っ。弾が属性を持たないことには何も。行くよ。よし行くよ。くらえ。危ない危ないよ。いくよ。危ないよ。危ない。あー、しまった。くーっそー。全然ダメダメダメ。くーっそ、難しいって。いや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 、全然ダメダメダメ。全然つらっ。危ねえ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 。さあ2勝。ここまでは来れる。こっからだよ。くらえ。違う違う。くらえ。くそー。めっちゃ動き全然違うもんな。完全本気出してるやつの動きだもんな。危ない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 。うん、あー、つらい。くらえ。いやー、まあもう。くらえ。くらえ。うわ。うわ。
うわっ